砂田圭介は、日本の政治家。衆議院議員を務めた。兵庫県神戸市出身。叔父の砂田茂正、いとこの砂田茂民も衆議院議員を務めている。中央大学経済学部卒業後、議員秘書などを歴任し、第40回総選挙に、砂田茂民の後継候補として、自民党公認で、旧兵庫一区より出馬したが落選。次の、 第41回総選挙では、兵庫1区で敗れたものの、比例近畿ブロックで、自民党、名簿1位で復活し初当選。第42回総選挙においても、同様に、小選挙区では、新進党、民主党の石井はじめに敗れての比例復活当選となる。第43回総選挙において、石井を破り小選挙区から、初めて当選する。 2004年10月以降、個人や業者から、貸金や、約束手形金の支払いを求める訴訟を、神戸地裁に起こされたり議員歳費を差し押さえられるなど、借入金問題が表面化したため地元から、引退勧告が出るなどしたが、第44回総選挙には、無所属で出馬し、落選した。さらに無所属出馬の都がで、自民党から、離党勧告が出され、離党した。 2014年、朝日、重光明受賞。2015年9月6日、進出再度の試し挙。81歳遺没。元衆院議員の砂田圭介さん死去。朝日新聞デジタル。https、www. 朝日 .com、articles、アシュブムゴシュハビエムットフクレーレイ PHTML2020 年2月15日、閲覧。 砂田衆院議員、歳費差し押さえ借金1億9000万円未返済。神戸新聞。h t t p w w c o b e n p c o j p コバヌ a ー o 総合、0008874sg25007003 万 1400shtml2009 年7月6日閲覧。第74回自由民主党。 大会登場報告不法、砂田圭介さん81歳イコール元、衆院議員毎日新聞2015年10月17日閲覧、砂田圭介元衆院議員が死去産 k ニュース2015年10月19日、野田聖子、選択的夫婦別姓制度2001年11月6日。ありがとうございます。